まずはこのおつまみを食べて、それからこの麦酒を。おお、なんと。少年、楽しんでるかい？うん。そうか、私もだ。心地いい風だな。これがキャンプ、これが休暇か。ゆかりさんからBB団に有益なアドバイスをもらいましたよ。私にかかればこんなもんよ。みんなと飲む麦酒屋がてな、ひらめきのパワーをくれるよな。飲んでいるのは君だけだけどね。けどみんな楽しそうで何よりだ。はい、ぼっちの私が皆さんとキャンプできるなんて夢みたいです。うん、思い返せばあなたと BB 団を結成してからいろんな出会いがありました。仲良し部の皆さんやリーダーさんに、たまきさん、そして今回はゆかりさんとじゅんさんと。どの出会いもあなたがくれたものです。だからあなたと一緒にぼっちをバイバイしたいです。これからもよろしく。いい話だわ。このキャンプと、そして最高のキャンプ仲間に、乾杯！キャンプ仲間に。